おっす、こんにちは、空手家コウケズです。今回はついに100人組で完結編です。前回まではこちらとこちら、動画の概要欄に貼っておきましたが、100人組での60人目までをお届けしていましたが、今回はついに100人目までを一気にお伝えしたいと思っています。今見ていただいた60人目を超えたぐらいの時には、左の小指の骨折だったり、ふくらはぎの肉離れといったダメージ的にもですが、これだけやってまだ半分超えたばかりなのかって精神的にもかなり辛かったのを覚えています。ただここからは見どころ満載です。70人目を超えたあたりからいわゆるゾーンに入ります。僕自身当時めちゃくちゃしんどいっていう気持ちと、組手が面白いって思える僕がいて、体は動かないはずなのにびっくりするぐらい見切りやカウンターの精度が上がり、一気に一本や技ありが急増しています。まあ、その後も精神的な波はありますが、精神の状態が組手に与える影響が如実にわかるので、そんなところも見どころかなと思います。そして最後の100人目では、会場の仲間や多くの方々の声援に後押しされ、100人組手でまさかのラッシュを仕掛けちゃいます。動画の最後には、商談などで行われる連続組手の際に気をつけていただきたいこと、そして皆さんに驚きの報告がありますので、ぜひ最後までご覧ください。ではどうぞ。
Hey!
か。どうでしたか？改めて動画を見ていて、たくさんのお世話になった方々のことを思い出し、編集している間に思わず泣けてきてしまいました。僕を育ててくださった長谷川壮志はじめ、周りでサポートしてくださった皆様には心から感謝しています。本当にありがとうございました。最後に、商談などで行われる連続組手に今後挑戦する方々にお伝えしたいことがあります。僕はこの後、横門筋入会症という症状で入院しています。これは打撃を受けすぎたことで壊れた細胞を腎臓で処理しきれずに引き起こされる症状ですが、急性腎不全を起こし最悪多臓器不全で死につながります。実はフルコンタクト空手界ではこの症状で入院し、死と隣り合わせの経験をした人は少なくありません。友人は30人組手で危うく死ぬところまで行っています。なのでくれぐれも安易な気持ちで連続組手は行わないようにしてください。少し重い話をしてしまいましたが、今後は100人組手完遂のために大きな役割を果たしたダメージを軽減する方法や連続組手に役立つ技術、100人組手に向けて行った実際の練習などの動画も作成していく予定です。
そして皆さんに驚きのお知らせです。なんと先日以前より SNS を通して交流させていただいていたオリンピックレスリング銀メダリストの方のところへ行き、たくさんの体験&対談を撮影させていただきました。こうご期待ください。今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者纐纈の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。